はい、どうも、リュウケンです。ルミンです。二人合わせて、ダブルアルです。お願いします。はい。ということで本日は、ぬいぐるみの靴下作り、何かっていうと、まあ、キョタロウくんが靴下履いてるんですけど、はい、ずっとこれ同じ靴下履いてるんで、うん、そろそろ新しい靴下を用意したいなと思って。そうだね。これ何で作ってるかっていうと、まあ、お風呂のね、靴下を編んで作ってるだけなんで、うん、今回これをね、リュウケンさんに作ってもらおうと思います。これね、ほんと気が付いたら履いてて、どう作ったんだろうなと思ってるわけ。これね、もうあのチョトロくんそこそこ大きいぬいぐるみだから、うん、結構そのままでも入るんだよね。うん、なので靴下そのままで、はい、だいたいそのままでいけます。まあ、短く縫うだけなんで、はいはい、縫っていきます。はい。で、用意するものは、まあ、先端がね、穴開いちゃった靴下とかあると思うんですけど、うん、そうだね。で、このゴム口は、うん、履いた時にここフィットするように必要なので、まあ、こっちが伸びちゃった靴下だとちょっと作りにくいな。ああ、そういうことか。脱げちゃうので最初に裏返すんだね。今回とどっちも長い靴下なんだけど、短かったらかかとぐらい、うん、形的にちょっと変だなと思ったら、まあ、かかと部分抜いて上から、まあお好みの長さだね。うん、まあ、長く履かせたいんだったら長めに取ればいいし、うん、チョトロくんこれだけでいつもちょうどいい感じなんで、この長さとかが目安かな。これ結構ね、長いやつだから、うん、ここら辺でいいかな。なんかここ長いか。まあでも長い分には後で調節できるんで。あ、確かにチャトロには長いな。まあ、ちょっとルーズソックスになるかもしれない。ルーズソックス持っていこう。これちなみにチャトロくんが履いてる靴下の長さ、まあ、大体なんだけど約9センチぐらいの長さ。約9センチ、まあ、10センチぐらいでもいいんじゃないかなと思います。ちょっと長め10センチで取ると大体こんなもん。ああ、切ったよ。もう片方もお願いします。よし。じゃあ針と糸をご用意してもらって。はいはい、玉止めですか。家庭科の授業で全員習ったことあるはずです。靴下近い色を使うと目立たないけれども、裏返したままで縫うのです。まあ、そんなに目立たないと思うんですけど、まあ、気になる方はなるべく靴下と近い色の縫い糸がいいと思います。次にやり方を教えてあげましょうか。指にぐるぐるして。俺の玉止めめっちゃ下手くそすぎてやばいんだけどこれはまあしょうがない、ね、もう絡まってるだけみたいになってるな。で、指でこうやってクロスさせ て、うん、クロスさせて、これをぐるぐるぐるってやって。あ、そうだね。で、こっちを引っ張ると、うん、まあ、こうやって、結び目ができれば大丈夫です。あとはもうここをダーって波縫いするだけです。これ裏返す状態ね。波縫いってこういうやつだよね、多分ね。うん、すごく細かくなくてもまあ大丈夫だと思います。おーい、あんま雑把だったらチャトロくん履いた時に隙間できちゃうんでかわいそう。で、縫い終わったら、まあ、ひっくり返してあげると、うん、で、そうすると、まあ、こんな感じで、あ、ちょっと縫い目荒かったな、私ちょっと今縫い目見えちゃってるけど、まあ、こんな状態に、袋状態になるので、これで履かせてあげると。で、もし形が真四角で嫌だったらちょっとカーブしてあげるといいと思います、うん、今チャトロウくん履いてみてやっぱちょっと長かったみたい。こんな感じ、でもちょっと余ってますね。じゃあここをまあちょっと縫ってあげれば丸くなるので。どうやったんだっけ、最後の締め。針を置いて、針にくるくるってかけて、そこの根元を押さえたまま針を抜きます。そうすると玉止め3回転ぐらいかな。で、抜くと。なんか微妙だな。で、そしたら1、2回ぐらいこう布に針通してくださいね。よいしょって玉止めした後に。あ、した後にだよ。うん、あ、抜けちゃうの防止するためです。 OK、なんとか縫えました。はい、じゃあひっくり返します。はい、よいしょ。まあまあいいんじゃないですか、うん、ちょっとなんか穴開いてるような感じもあるけど。あ、それはあれだね、際縫いすぎですね。際ったな、これ。際は縫い代っていうんだけど、縫い代はちょっと余分に残してあげた方がそうやって穴開かずに済むと思います。ちょっと穴開いちゃった。縫い代は割と取っちゃっていいです。なるほど。私もちょっと縫い直します。ちょっと余裕持った方がいいんだね。うん、で、縫い代取りすぎると内側でモコってなりやすいから、取りすぎるのも良くないです。だいたいなんか5ミリとかでいいんじゃないかな。二つ折りにしようかな。あ、いいじゃんいいじゃん。かわいいじゃん。なんか縫い直したらね、穴開いてた部分なくなりました。イエーイ。じゃあ履かせてあげてください。よっしゃ、じゃあタラ君履いてみよう。ほら、どう。あ、かわいい。かわいいよね。ぴったりだね。ぴったり。あ、いいですね。ほら、長さもいい感じでしょ。いい感じだった。うん、いい感じです。さすがです。イエーイ。なんか同じような色合いというかちょっと似てるよ、ね、これかわいいね。はい、うん、イエーイ。イエーイ。ちょっとね、左右でね全然バランスが違うんだけど。おお、なりましたね。
可愛いね、はい、ここのなんかくる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 しました。なんか長すぎたんだよ ね。ちょっとね、あの左右でちょっとくるくるしてるの、左右でちょっと縫い方違うからなんか形は歪だけど、まあこんな感じになりますと、ね、もう一足ね、柄のやつがあるんで、これはね、結構ちっちゃくなっちゃうよ。やっぱお気に入りの靴下ほど穴開くよね。開くね、履いちゃうからね、ついつい、うん、家庭科の授業を本当思い出すね。あとリュックみたいな、ナップザック、あ、そう、ナップザック作った ね。ナップザック作るよね。懐かしい、あれどこ行ったんだろう。気がついたら消える、気がついたらなくなってて、ね、はい、もう一足作ってました。早い、可愛いね。好きな柄だったんだよね、私の靴下。龍拳さん、今週なんか裁縫とか手芸とかしないから、うん、新しい趣味としてどうかなっていう。なるほどね。そう、どうですか。楽しいですね。楽しい。お、今のところ。今のところ趣味になれるかな。趣味裁縫ってなかなかすごいよね。なんかこう巾着袋作ったりとかさ、あるじゃん。私はね、洋裁ね、できるようになりたいなと思ってんだけどね。なかなかあれもね、仕組みがちょっと普通とは違うんだ。ちょっとやっぱ難しいね、立体的に作るってね、うん、工程がめっちゃあるから難しいと思ってる。できました、2足目。両足できましたか。両足完成です、これで。こうやってやればできるもんだ。うん、はい、こっちも両足完成しました。おー、かわいい。やっぱ短いのがただね、いいね。うん、かわいい。はい、じゃあ龍拳さんのもどうぞ。履かしてみよう。履かしてあげてください。はい、はーい、できました。はい、履いてるね。黒の靴下履いてます ね。 いいね。同化するね。同化する。同じ系統の色だから。うん、かわいい。かわいいですね。あったかそう。どうですか、チャトロー君。ウィンターコレクション。ウィンターコレクション。なんか、本当になんか、なんだろう、同系色だな。同系色だよね。なんか、カモフラージュしてる。カモフラージュ。履いてるようで履いてないみたいな。履いてるよ。見せてください、履いてますよ。懐かしい。はい、てな感じで、ぬいぐるみの靴下作りましたが、いかがでしたか。とっても楽しかったですね。楽しい。お、はい、割となんか、超簡単でしょ。そう、なんか最初これ見た時は、うん、すげえなと思ってたの、うんうん、なんかそんなことできるんだぐらいのことを、うん、実際なんか教えてもらってやってみると、うん、あ、意外とできるんだってなって、とっても楽しかった。超簡単なので、うん、もしあのね、なんかそこそこ大きめのね、こうぬいぐるみさんがいて、うん、まあ、靴下ね、気に入ったやつが泣いちゃって、まあ、履けないとかなったら、ぜひね、こういう風になんかアレンジというか、リメイクかしてみるのもいいかなと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。はい、また2023年中にチャンネル登録者1000人目指してますので、応援よろしくお願いします。動画は毎日夜8時に更新しますので、よかったら見てね。それではまた時間でお礼お会いしましょう。龍拳とルミンでした。お疲れ様でーす。チカロウでしたー。